では初めまして、University of Oxford から来ました竹内愛理と申します。よろしくお願いします。まずは最初に自己紹介させてください。私2018年の秋までは日本にいて、2016年まで慶應義塾大学理工学部の電子工学科で学部生でした。それから2018年の3月までは同じ同大学大学院の理工学部、今度数理科学科で数学の修士号を取りました。で、2019年から、今年の夏までカルスルーエ工科大学のファカルティマスマティクスインシュートアナリシスってところにいて、PhD スチューデント、博士課程の学生として研究をしていました。で、現在は、University of Oxford の同じ数学科ですね、Analysis and Geometry Group、これは解析と幾何グループですね、に似て、ポスド研究員として研究をしています。カールスルーエもオークスブルグも多分聞いたことない人が多いと思うんですけど、どちらも南ドイツの都市です。で、カールスルーエはカールスルーエ城ってお城がすごく有名でですね、なんかこんな感じの横に長いすごい綺麗なお城があって、周りが大きな公園で、よく研究行き詰まったり、なんとなく落ち込んだ時とか、ここをぶらぶら友達とアイス食べながら歩いてました。いいところです。ハイデルベルグとかと近いですね。で、私が今いる、オークスブルグは、ミュンヘンに近いところにあります。ここはそんなに大きな都市ではないんですけど、すごく街が綺麗で、あと人が落ち着いてるなっていう印象があります。これ数学棟ですね、私の大学ので。この辺に川があって、キャンパス内に川があって、すごい綺麗なんですよね。で、ランチの後に、ブラブラ歩いて、そう、おしゃべりしながら過ごしたりしています。これはですね、博士号を取った時のその直後に、このドクターハットっていうのをもらう習慣があるんですね。これは私の同じ PhD をやっていた子たちが一緒に作ってくれてて、で、その直後になるとお祝いとして、こういうドクターハットもらえるんですけど、浮かれてる写真ですね。それでは、では私は数学を勉強しているってことなんで、まずちょっと数学に、一般的に数学について喋っていこうと思うんですけど、まず数学ってどんなところに使われているのかなっていうと、あらゆるところに使われていて、その周辺イコール世界って書いたんですけど、もう数学が使われてないところを探すのが多分難しいぐらい、あらゆる日常のあらゆるところに数学っていうのは使われています。で、数学の分野は代数とか幾何、聞いたことあると思います。高校、中学でも習いますよね。解析、確率統計、これも知っていると思います。あとは計算科学、コンピューターを使った計算科学ですね。あと集合とか論理とか、これは一例で、もっともっと細かく分野を掘り下げていくと、いろんな分野にまた分かれていったり、あと複数の分野がこう融合して新しい一つの分野になったりもします。で、応用先をですね、話すと本当にキリがないので、私が個人的に好きな応用先を紹介していこうと思います。まずは建築ですね。これ、建築はアートともすごいつながりがあって、で、建築で、建築の強力なツールとして幾何というのがあります。その幾何はユークリッド幾何に代表されるんですけど、ユークリッド幾何どうやって発展していったかっていうと、やっぱりその大きな建物を作るときに、なんか直接測れないものを測らなきゃいけない。測量っていうんですけど、土地を測らなきゃいけないとか、何か山とかの高さを測らなきゃいけないっていう需要があって、じゃあ直接測ることができないんだったら、周りの情報を使ってどうやって測ることができるだろうっていうので、ユークリッド幾何がどんどん発展していったって言われてます。で、あとは最近はその統計とかも人の動線のこうデータを集めて、で、そのデータを解析することで、どうやったらもっと人にとって快適な建築空間を作ることができる、設計することができるかみたいなことでも数学は使われています。で、あとはですね、情報セキュリティ。これはすごい、情報セキュリティの中、暗号理論の中で有名な RSA 暗号っていうのが、代数の、大きな数の素因数分解っていうのが使われているのにすごく有名なんですけど、この情報セキュリティ、私たちの
生活においてとても重要で、そのこれセキュリティがなかったら Amazon とかで買い物もできないし、なんかこういう Zoom ミーティングとかも難しいと思います。で、3つ目、これ電子工学、私は学部の時に電子工学を勉強していたので個人的に好きなんですけども、これは電気電子回路とかをこう勉強して、その回路がどういった働きをするのか、どうやってその電気的な信号を解析するのかっていうことで、複素数を使うとうまく説明できる場合が多いんですね。で、その複素数の値を取る関数、複素関数っていうのを使って電気電子回路を解析していったり、あとは私が学部の時に研究していたテーマは信号処理って言って、これは画像とか音声とかのデータを信号として、その信号をどうやって読み解くかっていう分野なんですけれども、例えば信号に多くノイズが乗っていた場合、そのノイズをどうやって取り除くかとか、あとは圧縮、そのどうやったらデータサイズ小さくできるかとか、今ある信号からじゃあ未来の信号をどういうふうに予測できるかっていうのも信号処理に含まれます。もうこれもほとんど数学の言葉で説明されています。あとはこれ2つ、古典力学、量子力学、物理ですね。古典力学はまずこれ幾何とすごく関わりがあります。で、古典力学に代表されるのがニュートン力学なんですけど、ニュートン力学、ニュートンのリンゴ有名ですよね。なんかリンゴ落ちてきたの見て、ニュートンが、あ、これはなんかこの重力によってその力が加わってその加速度が決まっているみたいな。そのニュートン力学のすごいところは、リンゴってとか小さいものから天体っていうものすごく大きなものまで同じ法則で運動を理解することができるんですね。すごく汎用性、すごく身の回りのほとんどのことが流動力学で理解できるってものすごく強いツールだと思います。で、量子力学は古典力学と対を成す言葉なんですけど、これは電子の二重スリット実験とか聞いたことある人いますかね。それは電子のその粒子性と波動性両方が現れている実験で、古典力学では何か物体が、その物体の位置もその物体が進んでいく方向とか大きさも分かるっていう状況を考えるんですけど、量子力学では粒子が確率的に存在しているっていう、そういうなんだろう、ちょっと直感では理解しにくいことが量子力学では説明されています。あとはトンネル効果っていうのは、その量子粒子が一定の確率でこうトンネルをすり抜けるっていう、トンネルというか壁ですね、壁をすり抜けるっていうことですね。これも古典力学でもありえないことなので、量子力学っていうのは、古典力学で説明できないことを、そのミクロな事象を説明する学問でもあります。で、最後、人工知能はたくさんの登壇者の方が説明してくれたと思うので、私から説明できることはもうほとんどないんですけれども、計算科学、確率、統計、解析、代数、もう他にもいろんな数学の分野と関わっていて、で、その人工知能を理解するために数学を使うのももちろんですけど、人工知能を使って数学の方に戻ってくる。その数学の問題を人工知能を使ってどうやって解くことができるのかみたいなのもすごく面白い分野だと思います。で、私が説明できるのも本当に一握りなので、もしその数学が世界でどうやってつながって使われてるのかなみたいなことに興味がある人は、数理女子さんの、ウェブサイトの世界は数学であふれているっていうコーナーがとても面白い。いろんな世界のスペシャリストの方がどんなふうに数学使ってどんなふうに応用しているのかっていうのが説明されてて、すごく素晴らしいので、よかったら見てみてください。はい。では、私の個人的な数学との出会いについて話をしていこうと思います。まず、子供の頃は私はとにかく本が大好きで、数学に関わらず、本当にいろんな本を読んでました。数の悪魔とか、フェルマーの最終定理、数学ガール、ピッカールとか、聞いたことある人もいますかね。この辺は数学に関係ある本をピックアップしていったんですけど、数学に関わらず科学の本とか、もっと普通に文学的な本とか、いろんな本を読んでました。なので、算数が特別得意なわけでも好きなわけでもなく、成績は、国語はよくできるけど算数はちょっとねっていう
感じでした。それから高校生ぐらいですね、高校生ぐらいの時に物理と化学史にはまりましたね。その、まあ、一番心に響いた言葉が天文学の父って言われるガリレオ・ガリレイの、これ篠田さんも紹介されてたかな、さっき、世界は数学の言葉で語られているっていう言葉で、彼自身はその、地動説を唱えたことで、まあ、なんか教会の異端審問にかけられてしまうんですけども、この当時はいろんなことが数学というか科学では理解されてなくて、まだまだ宗教によって自然が理解されてた時代に、世界が数学で、数学の言葉で書かれているっていうことを予言したのは、すごく、なんだろう、未来をまさに見ていたなっていう感じで、この時代がまさにその科学の夜明けで、このガリレオ・ガリレイに続き、そのケプラーによる天体の楕円運動の解明で、それからニュートンによる古典力学の確立っていう、そういうまさに科学者のすごい熱いドラマが繰り広げられていくんですけど、この時代の科学史っていうのにすごくハマって、世界を記述していくのが物理だと思うんですけど、物理が数学の言葉で書かれてるんだったら、数学を理解することは世界を理解することに等しいって私はこの時思いました。で、今ちょっと天体力学っていうのが出てきたんで、その話をしていきたいと思うんですけど、まず天体力学の中で一番大切で一番簡単なのがケプラー運動です。ケプラー運動は簡単に言うと、その太陽があって、その周りを地球が回る、惑星が回るっていう状況を考えてあります。で、このケプラー運動っていうのは、化石分って言って、まあ、つまり解析的に解けるってことですね。なので、最初にいる位置が分かれば、その先の位置をずっと計算することができる。で、特に、すべての回が周期回なので、その惑星っていうのは楕円軌道で太陽の周りを回っていく、一定の時間が経つと最初の位置に戻ってくるってことですね。で、このケプラ以前は多分惑星の運動は円運動だと信じられていたので、衝撃的な、実際は楕円運動なんだっていうのは衝撃的な結果だったと思います。で、このケプラ運動に、その太陽と、もう一個惑星っていう2体の運動に、もう一個3体目を加えます。で、3体目にある条件を課してあげます。それはものすごく小さい、他の2つの天体に比べて3つ目がものすごく小さいっていう制限を加えてあげると、これは正弦3体問題って言われる問題になって、この問題はケプラ運動と違って化石分でない、つまり解析的に解くことはできないんですね。その一般解とかがを求めることができません。ですが、特殊解っていうのがいくつか求められていて、この正弦3体問題、特に、まあ、もうちょっと制限を加えた円正弦3体問題っていう場合は、5つの平行点っていうのが数学的に証明されていました。まだコンピューターとかもない時代に。で、その後、宇宙の観測技術がもっともっと発展していって、で、まあ、その観測技術によって、実際にその数学的に示された平行点上に小惑星群っていうのが発見されました。で、これはすごく驚きの事実で、まさに理論と現実、宇宙が一致している瞬間ですね。なので、数学っていうのは宇宙科学にもその役に立ちます。で、3つ目の天体がすごく小さいみたいな制限を加えないと、問題は一般の3体問題と呼ばれるものになって、で、この問題は大変難しくてですね、軌道がすごく複雑になるってことが数値計算とかによって分かっています。ですが、つい最近、30年ぐらい前ですね、あんまり最近とは言わないかもしれないけれど、数学的には多分最近の、1993年に、8の字の安定周期解が証明されました。この3体問題の透出量の場合に。で、それはもう世界中でおおって感じで、あ、こんな複雑な3体問題に安定な解があったんだっていう驚きの結果なんですけれども、現在はほとんどのシミュレーター、コンピューターが、のシミュレーターが発達していくことで、今、どんどん
現在進行形でたくさんの周期解が発見され続けています。この3体問題に対していくつか最近の論文、最近の論文をピックアップしてきたんですけど、2018年の論文で over 1000の1000以上の新しい周期解見つけたよっていうのと、2021年はこれは、13,315 です。もう簡単な天文学的な数字になってくるんですけど、やっぱコンピューターのシミュレーターによって数学の問題がこう解かれつつあるっていう感じですね。で、この3体問題個人的にすごく好きで、最近はあの SF 小説のテーマにもなって話題になりました。劉慈欣、中国の方の、SF 小説3体っていう本なんですけれども、これすごく面白くて、あの私たちの太陽系、太陽1つしかないんですけど、この SF 小説の中では太陽が3つあるような太陽系に住んでる生物が、まあ、大変な思いをするんですね。なぜかっていうと、その太陽が1つだったら常に惑星はその周りを周期的に回るから、ちゃんと何ヶ月後には冬が来て、何ヶ月後には夏が来てみたいな季節が予測できるんですけど、太陽が3つだったらいつ冬が終わるかわからない、いつ夏が来るかわからない、もう二度と来ないかもしれないみたいな、そういう状況で、まあ、生物にとっては大変過酷ですよね。なので私たちは太陽系で、今いる太陽系でよかったな、四季があってよかったなって改めて思えるような本でした。ですね、それでは私の研究テーマ、数学的ビリヤードについてちょっと説明させてください。ビリヤード聞いたことある人、見たことある人多いと思うんですけど、ゲームセンターとかに行くとあるかな。こっちだとバーで行くとありますね、ビリヤードが。これは原子のビリヤードっていうのは、まあ、絶対平面ですよね。平面で長方形に区切られていて、台とか壁の摩擦がある。ボールは台とか壁から摩擦の影響を受けます。これをもっと単純化して一般化したものが数学的ビリヤードで、数学的ビリヤードはまず平面じゃなくてもいいです。局面上のビリヤードを考えることもできます。あと壁はどんな形でもいい、そのビリヤードの台、四角じゃなくてもいいし、卵型でもいいし、なんかもっと変な形でもいい。であとは摩擦を考えません。ルールはただ一つ、反射の法則っていう、その壁にぶつかったときに、その入射する角度と反射する角度が等しくなるようなルールを課します。で、この反射の法則見たことある人多いと思うんですけど、これ光の反射とまさに同じなんですね。光もこの法則に従って表面で反射します。なので、ビリヤードっていうのは、数学的ビリヤードっていうのは、光学への応用ができて、2つだけ例を出します。まず、イルミネーション問題っていうのは、部屋が四角い部屋だったら一つのランプで全部どこも照らすことができるんですけど、もっと複雑な入り組んだ形で壁が鏡になっている状況を考えて、そういうような部屋を光源一つ、ランプ一つ照らし切ることができるかっていうのがイルミネーション問題です。で、例えば私がここで書いたこんな、なんか、なんだろうな、かじりかけのリンゴみたいな形の部屋は、照らし切ることはできません。なぜかっていうと、ここ、上の部分と下の部分が楕円の一部なんですけど、ここ2つ焦点になっていて、で、この赤い点を通った光は必ず反射した後に青い点に戻ってこなきゃいけないので、こう入り組んだこの部分が照らされることはなく、4つありますね。ないので、光源1つで照らすことはできません。で、こんな問題もビリヤードで解くことができます。あともう一つの例は、虹の数学的原理、その虹って出る角度が決まってるのは知ってますか？それをビリヤードっていう、光線の水滴の中での反射っていうのを考えることで、この角度を算出することができるんですけど、まあ、太陽から放てれる光線が、水滴の中に入ると、スネルの法則で若干曲がりますよね。曲がって中で反射して一部外に出て、また反射して一部外に出て、この2回目の反射で出た外に出た光が虹として観測されるんですけど、この2回目の反射で出た光が発散しないような条件を数学的に求めてあげると、40から42度っていう、まあ、光の波長によって屈折率が変わるので若干幅があるんですけど、この角度に虹が出るよっていうのが分かります。で、私の、また数学的なビリヤードに戻って、私が研究しているのは2つあって、規則的なビリヤードとカオス的なビリヤードです。で、規則的なビリヤードは、こう、
円の中のビリヤードとか楕円の中のビリヤードとかが例なんですが、こうあらゆる軌道が、あらゆるボールの軌道がこう周期的って言って同じ位置に返ってくるか、まあ、ほとんどに周期的に近いような振る舞いをすることを規則的って言います。で、一方でカオス的なビリヤードっていうのは軌道がもっと複雑になって、その初期最初の位置、初期位置をちょっと動かしただけで未来の挙動が大きく変わってしまうような、篠田さんの説明でもあったと思うんですけど、そういうビリヤードのことをカオス的ビリヤードって言います。その例としては内側に出っ張っているようなビリヤードで考えると、この中で動くボールがカオス的な挙動を見せます。で、もう一つ目の例は、これは紙、四角い紙を持ってきて、こう上の辺と下の辺、上の辺をこうくっつけて、上の辺と下の辺をくっつけて、で横の辺同士もくっつけてあげると、こういうドーナツみたいな形になるんですけど、トーラスって呼ばれていて、で、このトーラス状の、トーラス状の円の外で定義された数学的ビリヤードを考えると、これもカオス的になります。で、私が研究している力学的ビリヤードっていうものをまず紹介していきたいんですけど、さっき出てきたケプラー問題を考えます。ケプラー問題のこの太陽と惑星の間にすごく大きな壁を建設して、この惑星がバン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 衝突、壁に衝突して跳ね返って、また戻ってきて壁に反射してっていう状況を考えます。まあ、もちろんこんなことは現実で起きるわけではなく、それは数学的なモデルとしてケプラー問題に反射壁を加えるとどうなるかっていう問題を考えるんですけど、これは力学的ケプラービリヤードって言われます。で、この問題を最初に考えたのがルドヴィヒ・ポーツマンっていう熱力学とかで有名なドイツの物理学者なんですけど、150年ぐらい前にこのケプラービリヤードはエルゴード的だっていう予想をしました。つまり規則的と反対の概念ですね。規則的ではないエルゴード的だと予想をしました。で、実は、つい最近の研究で、このケプラビリヤードプラス直線の反射壁、実は、エルゴード的では全くなく、むしろ化石基盤、つまり規則的なんだよっていうことが最近の研究で分かりました。で、これ、私、読んだときに、こんな昔に提案された問題が今になって解けることもあるんだなって思って、面白いなって思ったんですけど、私自身の研究ではこのケプラービリヤードに楕円の反射壁っていうのを考えてあげて、直線の代わりに、で実はこれも規則的、つまり化石分なんだよっていうことを、研究しました。で、化石分って なんか全然説明してないんですけど、これはつまりエネルギーの他にそのビリヤード軌道によって保存される量があることで、まあ、簡単に言ってしまえば規則的とほとんど同じ意味です。で、これはビリヤードについて、その数学的なビリヤードについてすごく有名なバーコフ・ポリツキー予想っていうのがあるんですけど、この予想は化石分な、つまり規則的な閉じたビリヤード系は円形か楕円形だけであるっていうもので、すごくシンプルなステートメントなんですけど、まだ解かれていません。最近部分的に証明されたことで話題になりました。で、我々は似たような予想を力学的ビリヤードにも立てて、数学者の予想を立てるのが好きなんですね。リーマン予想とか。で、我々のビリヤードは、化石分の閉じたケプラービリヤード系は円形か楕円形だけである。つまりもうこれ以外にはないっていうことを仮説として立てました。で、まあ、この仮説もちろんまだ解かれてないんですけど、一個仮説を立てると疑問がいくつも浮かんできて、じゃあ他のビリヤード系どうだろうとか、ケプラーじゃなくて他の力学的問題に反射壁足したらどうなるだろうとか、あと次元を開けたらどうなるだろうとか、いろんな質問が、QF クエスチョンが付随して浮かんできますね。で、最後に、まあ、ここまでが私の研究の話なんですけど、最後に、数学者って、数学家って、なんか怖いかなって言われることもあるし、あと私自身も少し怖そうだなって思ったこともあるので、ちょっと周りが数学者には、どんな人がいるのかな、数学科ってどんなところかなっていうのを最後に簡単に紹介したいと思います。で、まずはみんなすごく数学が好きですね。なんかわかんないことあると
みんなで集まってワイ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 教えてくれるような文化があると思います。日本でもドイツでも。でみんな知的好奇心が強いですね。その数学が何かに使えるから数学やってるっていうよりはもう数学そのものがすごく好きで楽しいからやってるって人が多いです。あとはいろんなところに興味があったりします。で3つ目はこれは間違ってと提示されます。間違ったこと数学に限らず言ってると、それは違うよ、それはこうだよっていうのを提示されます。でこれ最初私は結構苦手で、あまり日常会話でそんな厳密な議論とかをしなかったので、なんとなく苦手だったんですけど、でもだんだん平気になってきました。それはなぜかというと、数学的な議論をするときに正しいことを積み重ねていかないと間違った方向に行ってしまうことがあるので、まず間違いを見つけたら提示する、それはもう原則として守っていかなきゃいけないですね。あとそれは議論と自分を切り離して、否定されてるのは自分自身じゃないってことを理解するといいと思います。あとは、ドイツは結構女性が多いよっていうのはなんとなく体感として感じます。あと、私の周りだけかな。アニメとか漫画とかゲーム好きな人も多いです。結論としては怖くないですよ。でも最初はちょっと怖い気持ちもあったかなっていうのも、準備してて思い出しました。でもすごく楽しいです、今は。はい。では、すいません。時間ギリギリですね。ありがとうございました。